ブレキン新聞の敏腕記者2人が呉の各地にある風景、特産品など魅力満点のいろいろなお宝を救う。みんなに届け、こちらクレキン新聞。この番組は呉市の提供でお送りします。田口記者がいるのは新潟地区。どうも来月この地区の伝統行事が開催されるみたいだぞ。一体どんな行事なんでしょうね。平本記者、何か知ってますか？何のことでしょうかね。お、どうしたんですか、いきなり。村林記者は知りませんか？一体何のことでしょう。ちょっと2人とも一体どうしたんですか？教えてあげましょうか。新潟ではですね、毎年11月3日に新潟地区子ども相撲大会がございます。実はこの子どもたちもですね、その相撲大会に出るんですよ。新潟地区の伝統行事である子ども相撲、その歴史は古く、1847年に当時新潟にあった岩倉神社の祭礼で奉納相撲を行ったのが始まりとされています。その後この伝統は現在八岩花神社に引き継がれ、奉納相撲は続けられているのです。なるほど、ここで相撲が取られるんですね。本格的な土俵を作ります。で、100人近い学生、小学生がですね、回しをつけて相撲を取るんですよ。11月2日の前夜祭では土俵祭りで園児と小学生が相撲を取ります。3日の子ども相撲大会には小学生が参加します。子どもたちは相撲大会を通じてルールとマナー、礼に始まり礼に終わる武道の精神を育んでいます。また相撲大会は地域住民との交流の場になっていて、地域が一つになっているのです。11月の2日3日新潟の相撲祭りにぜひ来てください。田口記者、子ども相撲の魅力を伝えるために記事を書きましょう。はい。今年も開催される新潟地区の子ども相撲大会、歴史と伝統が詰まった大会で、今年もまた大きな声援が飛びそうです。